インタビュアーの山本光です。今からインタビューしていきます。まず自己紹介お願いします。はい、家平ゆきです。はい、今から家平ゆきさんにインタビューしていきます。今日の埼玉ランウェイ2024年歩いてみてどうでしたか？そうですね、久しぶりのランウェイだったので私も緊張したんですけれども、やっぱステージに立つと楽しかったのですごい良かったです。はい、今日のファッションポイントなどありますか？そうですね、ここの部分が切り替わっているところがすごいポイントになっているので、すごい履きやすくてハイウエストなズボンとなっております。めっちゃ可愛いと思ってました。そうですね、すごい履きやすくてめっちゃ可愛いです。2024年もう後半ですが、どんな年だったですか？そうですね、毎日が充実した1年になったので、2025年も充実した1年を過ごせるように、はい、日々頑張っていきたいと思います。はい、最後にこの動画を見てるファンの方に一言お願いします。はい、本日この動画を見て初めての方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、これからも有名になれるようにもっともっと頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いいたします。ありがとうございます。家平ゆきさんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。